ご視聴いただきありがとうございます。神プレイ、かまいたち山内が見せたドリブルがガチでファンタジスタすぎると話題になってしまう。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。そこで今回はアーシと一緒に、神プレイ、かまいたち山内が見せたドリブルがガチでファンタジスタすぎると話題になってしまう、この件に関するネットや海外の反応を見ていきましょう。このチャンネルではアーシと一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。はい、いやー、これはすごい怖いぞ。多いな。いいよ、いいよ、山内、いいぞ山内、めっちゃうまいや山内くん、うだいける、いやいや、向こうベンチがざわついてるよ。ネット民の声、これでサッカー未経験ってま、ドリブラーのドリブルやん。それにしても女の子可愛いな。タッチ細かくて、足裏を精度よく使えてる。体を適切に入れられるのはすごい。バスケの日本代表としても活躍してるし、凄すぎるだろ。それは似てるだけね。前世紀のアザールを彷彿とさせる神ドリブル。さすがに未経験でこれは才能の塊すぎる。たまに学校の授業で部活入ってないのに上手いやついるよな。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタや反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。